市原英二の花万歳。今日は北新地ジロマルさんに17周年のお祝いでお花を持っていきました。ぜひご覧ください。はい、こんばんは。市原英二の花万歳。今日はですね、フラワーアレンジメントと鉢花の融合っていうことで、まあ僕にとってみたらね、鉢花、切り花あまり関係のないっていうのが自分のイメージで、いつも植物と出会っているっていうか対峙してるんですけど、たまたまね、今日お寿司屋さん、ある北新地のお寿司屋さんに、お祝いの花をね、持っていくっていうことで、今日はね、最後に、動画どんな風になっていったかっていうのは流していきたいんですけど、なぜねそれをしようかなと思った理由が2つありまして、これ例の今お大人気商品ですよね。イーライム22、このグリーンの桜草、金沢さん、山釣りの金沢さんの、桜草がどんどんものすごい咲いてきている。そして割とね、背が高く、このイーライムの特徴、もしくは、サントリーのウィンティーもそうなんですけど、だんだんに大きくなっていくっていうのが特徴なんですね。で、例えば、オープンのお花でもそうなんですけど、鉢花、切り花関係なく、これがもし背が高くなっていったらどうなんだっていうのをちょっとイメージしてみました。そうなるとね、これ、こちらの、四季フラワーさんなんですけど、チューリップもなんか花瓶に飾ってるような感じで、鉢花と言っても、なんか、切り花のようなイメージ。つまり、僕の中ではもう多分今後は時代の流れ的には鉢花、切り花多分関係なくなっていくんじゃないかなと思います。そして、僕はちょっとこれたまたま、まあ1週間から2週間ね、長期間なんていうんかな、ひな祭りっていうのもあったり、節分っていうのもあったり、イベントがね、2月3月、やっぱり涼しい期間、このやや寒い期間なので、玄関を飾る、アプローチに、ちょうどこの桜草とチューリップいいんじゃないかなと、パッとひらめきまして、今日は、いろいろとね、鉢花と切り花の融合をいうことで、頑張ってね、お祝いのお花を持っていきました。ぜひね、僕今日はなぜこの初めにこういったものを解説しているかと言いますと、この、山釣りさんの、桜草もしくはサントリーのウィンティーもそうなんですけど、だんだんになって背が高くなっていくと、万が一これが、同じような形で、融合されて、もし、これ切り花とくっつけてどんな風になるかっていうのをね、皆さんにぜひ見ていただけたらね、自分の中ではね、もうアイディアとしてはできてて、多分こうなるだろうなっていう風には思っているんですけど、最後ね、皆さんどうなるか楽しみにしていただけたら嬉しいです。そしてこの材料を使って、いろいろとね、まあ言うたらプランターボックスのなんかこう、このチューリップと桜草を使った僕の、イングリッシュガーデンも見ていただけたら嬉しいです。それではね、行ってみよう。まずはね、オアシスを用意させてもらいました。そしてそのオアシスの間にこのチューリップを入れました。こういったことでね、まずはアウトライン。そしてね、チューリップの足元にね、菜の花みたいなイメージで、このイーライム22を、配置させてもらいました。そしてね、その間にミニバラやオンシジウム、をさしてみました。
結構ね、いい感じになってきました。そして黄色い、この恩師が菜の花感覚。そしてお寿司屋さんということで、バランも入れてみました。そしてね、縁起物で柳や貴婦人などを入れてね、完成させたいと思います。ひとまずね、この状態で持っていっていこうと思います。こんにちは、市原英二の花万歳。今日はですね、知り合いのね、お寿司屋さん17周年ということでですね、お花を持ってきてます。実はですね、まあ、2月3日明日節分いうことでね、なんていうのかな、この巻き寿司もやられてるので、どんなんかね、それもあってね、ちょっと今日はね、僕自ら配達しています。そしてね、こっから3月3日まで1ヶ月間あるので、ちょっと今日はね、面白いね、アレンジにさせてもらいました。知り合いということで、ちょっとこう、いろんなね、ちょっと創作スタンド花みたいなアレンジをさせてもらっているので、ぜひね、設置までのね、様子を、見ていただけたら嬉しいです。はい、こんな感じです。もう面白い感じでね、チューリップとかね、ちょっと鉢植えとの融合、さあね、今から運んでいきますので、どうなるか、楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、今からですね、ちょっとね、創作スタンドをやっていきますので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。明日からね、節分ということで、そしてひな祭りに向かって、桃、餅花、柳という感じで、そして柳も円に描いていろいろとね、入れてみました。こんな感じでね、創作スタンド出来上がりました。そしてね、天使の次郎丸さんもピースで、お出迎えしていただけました。今日は、次郎さん、はい、節分ですよね。そうですね。はい、巻き寿司をちょっと見たいんですけど。はい。巻き寿司？節分の巻き寿司。はい。これが巻き寿司？はい。ああ、いいなぁ。あ、もう明日のセッティング空っぽ空っぽ違う。ああ、ぜひ一旦休憩。はい、次郎丸さん、この後も頑張ってください。それでは、周年おめでとうございます。